飛んでる若い自衛隊員とか見たらさ、その人が戦場に行かされる日も来るのかなと思ったらちょっと怖なるよな。かなり幼い顔してたんで、みんないろんな人おったけど、すごい使命感を持ってやってるんでしょうね、うん、人を救うという意味で。そういう意味では自衛官もね、消防の人も警察もみんなそういう気持ちでやってるんやろうけど、人を殺したいって言って自衛隊になってる人もいるんですかね。いやー適正で落とされるんじゃんか